では参りましょう。マンデーナイト、フットリコ。こんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けします。はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しております。はい、番組放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信を行っていますので、もしよかったらそちらもお聞きください。アーカイブをお聞きいただいている方は YouTube のチャンネル登録、いいね、ポッドキャストのフォローもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶したいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、あきらくんお願いします。はい、風の吹くままきどもくんばんは、新卒生お疲れ様です。さすらいのサポーターあきらです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日からね。はい、はい、パンダさんお願いします。はい、今日のお昼ご飯は午後1でした。トリコパンダです。よろしくお願いします。お願いします。いいな、持って帰ってきたやつよ。はい、以上の3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはふっとりこ、 FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。アプリの下のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、インバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますので、よかったらお願いします。はい、はい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でフットリコ、緑の押しボタンをタップするとクラブのページになりまして、ここでジョインクラブというボタンが出ている方はまだクラブメンバーになられていないので、押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい、で現在のフットリコのクラブメンバー数は566名です。お、増えてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、読みながらもずっと551のことしか考えてないんだけど551強すぎません？いやいい、ね、強いよね、やっぱりね。おすすめはエビシューマ。そっちもあるわけ。うん、そっちも行くのね。もちろん。なるほど。はい、はい、それでは本日のトピックに行こうかと思います。はい、はい、1つ目、4月1日土曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第6節セレッソ大阪戦は、1対2での、敗退、負けですねとなりました。急にどうしました？負けの時ってなんて言ってたっけ。敗戦ですね。はい、敗戦でした。はい、得点者、レオセアラが前半に2得点決めて、後半38分、オンゴールでマリノスの得点となりましたが、はい、1点差届かずというところでした。はい、コメントを聞きましょうかね。アキラ君お願いします。いやー、勝ちたかったですね。近年まれに見る惜しさを感じたんですけど、なんでしょうね、まあ、思ってたよりやれたというか、なんかって感じの試合で、なんでしょうね、良かったというか、収穫になるようなことが多かった印象で、みんな言ってますけど吉田くんがすごかったですよね。違和感が全くないっていうので踊れたのが一つと、あとは何だろうな、やっぱり長とかすげえしなとか、なんか良かったシーンもすごい多かっただけに、いや勝ちたかったねって感じだし、まあなんかここでへこむ必要もないのかなというか、今週はニットウィークにルヴァンカップもあるし、ソダードリーグ戦もあるし、まだまだ試合は続くしで、なんか少なくともダゾーンから見てた意味としては、まあ次じゃないって感じですけどね。なんかこれ以上なんかうまく言葉にできないんで、こんなもんでいいですかね。
はい、はい、ありがとうございます。パンダさんいかがでしょうか。マナティめっちゃおもろいよね。うん、おもろい、おもろい。な、え、な、なんて言うんですか。まあ、とりあえず違和感がなさすぎて、うんうん、途中からもうなんかあれよね、もうずっとそこにいましたみたいな雰囲気も出てたもんね、うん、完全にね。マナティすごいいいなって思ったし、いや、てか今年結構条件が過酷すぎません？いろいろと、うん、いや結構、まあ、まあまあ去年と比べたら負けてるし、まあそれはそうなんだけど、なんかまあここまでよくやってるんじゃないっていう冷静になって思ったんだよね昨日。うん、まあメンツ見てもそうだし、まあ怪我人の状況もそうだし、まあ試合出てる人たちだけじゃなくてその他のメンバーたちの状態とかも含めて、なんかまあ勝てる試合かどうかはもう分かんないけど、まあ、勝ちたいのはそれはもちろんだけど、なんつうのかな、うん、まあこのまま行くとレオに3点決められるパターンかもしれないとはちょっと一瞬思ったけど、ね、おーおーやべえなって思ったけど、でも、まあ、急増っちゃ急増チームだと思ってて、まあ元返しにはまあ岩田智樹がいなくなってるし、まあレオもいなくなってるし、で右サイドバック今現状誰もいなくてとかっていう状況を1個ずつこう考えていくと、まあなんかそこまでなんか悲観する感じでもなく、試合内容がすごい悪いわけでもなければすごいいいわけでもないんだよ。でもそうでもシンプルに試合として見てて面白いことは面白いよね、まだ全然つまんない試合やってるとかっていうわけでもないし、ああなるほどなるほど、そう、私見どころはもちろん結構あるし、それで言うとまあアタッキングフットボールっていうこうエンターテイメント性を重視するクラブじゃないですか我がクラブはもう今やね、そこを考えると、まあ、そこは最低限保たれてるかなっていうのは思ってて、でなんかまあそこそこまあポジティブなニュースもちょこちょこあるし、まあでもちょっと怪我離脱がまあ痛すぎるので、そうですね、何しろ、うん、だからなんかそんなにこっちが悲観することでもないよって感じ、相手セレソだし、うん、なんか次行こう、次頑張ろうって感じでいいかなって思ってるよ。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、僕もそうですね、まあなんか忘れていいかな、忘れちゃダメじゃない次でいいかな、うん、忘れちゃ、あ、そうね、はい、忘れちゃっていうか、まあこういう試合あったよねっていいんじゃないかなと思っていますね、結構そうね、はい、あと見に行った組で久しぶりにちょっと感想戦をしてて、うん、はいはい、若手したり代表踊り組がやっぱりまだちょっとコンディション上げられてないかもっていうのはすごいあって、まあ、それも含め次節このここルバンどう使ってくるか分かんないけど、次結構ボランチメンバー変わるとかありえるかなっていうのをちょっと思ったりした。うん、そうね、あの2人がそろってコンディション上がってきたらちょっと変わるかもねみたいな気はしてましたけどね。うん、まあ、コータもね最後まで行かずに交代ってことになったので、うん、はい、コータ自身、渡辺コータ自身の、ね、まあ、状況というのももしかしたらあるかもしれないし、まあね、まあ、それで出てきた、ね、2人も、まあ、そこまで、ね、見せることができなかったかなという部分もあったりするから、うん、体だいぶ珍しく重そうだったかなという気はしますけどね。はい、吉田君はあれだよね、なんか本当にスムーズすぎてさ、なんか周りの選手の方が戸惑ってるっていうか、いや、なんかフォロー、うん、なんていうのかな、リクとかもそうだけど、うん、こうマリノスの教科書を渡してそれをちゃんと読み込んで教科書通りにできる子だなっていう感じ、うん、なんかリクも渡した教科書そのまま分かりましたって言って読み込んでこれはこうですねってできるタイプかなっていうのすごい思ってて、うん、けどなんか、まあ、ちょっとややスローインが育ったりとかはあるけどなんだろうね、リュウとケニーの間みたいな感じ。あ、そう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 ね、うん、私、まあ、その水沼孝太的にはさ、後ろに龍がいなくなると結構大きいじゃないですか、うん、だから、うん、彼はすごい期待してるんだろうなっていう雰囲気はすごい感じた。
そうですね、だからコーチングとかも、ね、うん、だからそのまあそのできるっていうところまではできるんだなって感じで、なんかそれがその周りも分かったから、もっとその吉田選手ならではのものを出せるかどうかっていうところもなんか見定めようとしてたのかなっていう感じもちょっとあったりしたかな。というぐらいはもうあれ本当、あの試合中なんでビズリーチって言ったかなって思うぐらい、あの即戦力として期待されてる感じはすごいするよ。ああそう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 、うん、その色はどうこうの前に言われたことをきちんとできるっていうのはすごいでかいな、やっぱりって思ってますけど、はい、そうですね、はい、レオはうまいですね、本当に、うん、次も出るんじゃないかなと思いますけどね、うん、ね、そうだよね、はい、という試合でございました。水沼孝太選手が J1 リーグ通算350試合出場です。はい、おめでとうございます。はい、出たんやもんね。はい、あとは、森永製菓さんの、パンツ背面ロゴですね、はい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 、この試合から、はい、出てて、いいですね、目立ちますね、結構ね、はい、結構見えましたね、うん、はい、でその流れでですかね、岡山 F マリノス、インゼリー F マリノスを愛する皆さんとやりたい10のことということで、はい、キャンペーンというか、まあ、宣言が始まってますね。で、うん、あのまあ、10個ですかね、項目が、アイコンというか、はい、SDGs みたいですね、まさに、うん、はい。はい、で10個テーマを設定しました。でそれぞれどんな取り組みになるかをぜひご期待くださいということで、まあ、全て明かさずに、はい、ビジュアルだけで紹介していて、そのうちの2つを、このパンツ裏ロゴの、タイミングで、紹介していますね。本日実施した企画はこの2つ、共に歩む決意を表したい、ユニフォームで共に戦いたいと、はい、マリノスファミリーの皆さん、今後も各取り組みでより一層サポートをしていきますということですね。はいはい、これ横浜のマーク何なんですかね。そこみんな気になるとこでしょ。うん、みなとみらいマーク、みなとみらいのマークなんか光ってますよ、うんうん、なんだろう、何でしょう、ね、タワーの頭つけるのか、いろいろ不思議ですね、でいろいろ想像するの楽しいよね、うん、まあ、いくつかはね、ま、もう分かるよねっていうのあるけど、まあオンブザーマッチとあと熱中症対策できっとサンプリングしてくれるんだろうなとか、そういうことでしょ、うん、そうそうそう、もうこれ多分そう、ね、あれですよね、招待なのかなみたいな、特別観覧席的な、うんうんうん、リサイクルっぽいのとか、リサイクルすごい気になるんだよな、インジュリのポーチ、ね、そう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 、なんでしょうね、一応気になるじゃんね。ね、気になる、楽しみ、うん、はい、などなどの取り組みが始まるそうです。はいはい、というセレッソ大阪戦でした。はい、はい、次いきます。はい、次からは、トピック小ネタですね、どんどん紹介していきたいと思います。はい、ということで一つ目が、小池龍太選手の負傷についてです。はい、うん、3月29日水曜日の練習中に負傷しましたディフェンダー小池龍太選手が、右膝蓋骨骨折と診断されました。なお3月31日金曜日に神奈川県内の病院で手術を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。右膝蓋骨骨折、全治6ヶ月見込みというふうになっています。はい、で、本人もツイッターで、メッセージを出してましたね、インスタもね、はい、そうですね、まず今日のセレッソ大阪戦、たくさんの応援ありがとうございました。僕自身はここからだという時に、次は膝蓋骨を骨折してしまいました。手術は成功し、今は術後の痛みなどと戦っています。リハビリ頑張ってまた必ず戻ります。だからみんな切り替えて次の試合で勝とう、すべてはマリノスのためにということです。はい、想像の倍でしたね、ですね、うん、これ結構公開日でみんな見てたんだってね、うん、らしいですね。あー、なるほど、うん、だそれをみんな、あの心配しつつもずっとこう黙ってたわけですよ、リリースが出るまでね。すごいすごい、うん、あの僕結構あの昔スポーツやってて右膝やったことがあるので、膝蓋骨骨折してたらこのぐらいになるよって聞いてた
時期があるんですけど、はいはい、それよりもだいぶ長いと思うので、いや多分これ手術した方の膝だから、うん、っていうのもあって、うん、その骨折だけで済まないんですよ、複合、うんうんね、的なもんなんだろうなと思うんだけど、これ、うんうん、中身がさ再建中なわけじゃないですか、うん、要はだからそれも込みでの全治だと思いますけど ねおかげさま、はい、戻ってくるとしたら、まあ、秋頃ってことですよね、これで、まあ、ストレートに戻れればね、うん、はい、9月、10月だから、まあそうですね、はい、無理はせずって感じですけど、ね、お大事に、はい、やっぱ本人もね、結構行ってる人多いな、結構見に行ってる人多かったね、あ、そうなのか、うん、今、スーパーでもらってますけど、はい、本人も言ってる通りね、そのここからだという時で、ね、まあマリノスで評価されて代表にも呼ばれたり、ね、で、かつ、まあね、あの、いい年齢ですよね、タイミングが、うん、で、多分その先のこともね、見え始めてたんじゃないかなと思ったりするので、まあ、ちょっととても無念だろうなと思いますね、正直へこみますよ、ね、いや、はい、で、本人もね、インスタに書いてましたもんね、うん、はい、ということで、小池龍太選手の早い復帰をお待ちしております、はい、大事にしてください、はい、では次に行きますね、はい、次がですね、チケット転売者の処分について、はい、よ、はい、あのこれちょっと読む前に各所からね、あの賞賛の声が届いておりますね、はい、読みましょうかね、はい、横浜 F マリノスでは2021年にチケット転売者に対して会員の強制退去処分、退会処分および当該チケットをお買い求めいただいた方のスタジアムの入場のお断りについてリリースをいたしました。でその後ですね、はい、しましたが、上記処分対象者とは別の悪質な転売行為者2名に対し同時期に顧問弁護士とも協議した上、警察被害を申告し厳正な刑事処罰を求めておりました。この度すべての刑事手続きが終了し2名それぞれに対して30万円の罰金刑が課されたことを報告いたしますと、はい、いうことですね、うん、はい、イエーイ、刑事罰、そう、前科もんですよね、前科もんなんですね、ですこれは、なるほど、きついですねいいですね、はい、でクラブとしてはまあ、改めてのお願いとなりますが、販売価格に関わらず公式リセールサービス以外での第三者へのチケット転売行為は禁止となります。チケット購入後にご来場いただけなくなった際には公式リセールサービスをご利用ください、またチケットのご購入は正規販売ルートをご利用いただき、転売サイトでのご購入は絶対におやめください。横浜 F マリノスでは今後も悪質な事案に対してしかるべき対応を取って、対応を行ってまいります。転売行為はやらない、買わない、皆様のご理解ご協力のほどよろしくお願いしますと、はい、売るなってんじゃないんですよね、売るんだったらリセール使ってくれっていう話なんですよね、うんうんうん、たったそれだけの話なんですけど、はい、うん、まあ、でもなんかこれでこういう何て言うんですかね、事案が起きた時の対処のフローっていうか流れが一個ちゃんと確立されたと思うので、うんうんうん、前例を作ったっていう意味でも大きいしだし、うん、牽制になりますよね、うんうんうん、バンバン行こう、バン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 行こう、バンバン、はい、ということですので、はい、あの公式の、はい、サービスをご利用いただければと思いますね、はい、はい、うん、はい、では次いきます、はい、次はですね、 J リーグ30周年記念企画、ファッション雑誌ナイオンジャパンとのコラボレーション、はい、うん、ファッション雑誌ナイオンジャパンとのコラボレーションが、J リーグ30周年企画として、行われています、はい、あ、行われますですね、はい、各クラブの、選手1人ずつが、あの、なんていうんですか、モデル、モデル、うん、モデルになって、あのかっこよく表紙に並んでいるということですね、はい、で、これの発売自体は5月15日月曜日だそうですね、はい、J リーグの日ですよ、なるほど、一冊 J リーグですよ、なるほどね、はい、はい、で、うちからは宮市亮選手がもちろん、はい、出ていると、もちろんですいうことですが、これなんかちょっと面白いよね、このメンバーツッコミどころあった？とか
か、あとなんかすごい胸をはだけてる人とかいるしさ。でちょっとさ、あの一個物申したいの、一人ちょっとスギちゃんみたいな格好させられてる子いたよね、うん、はい、スギちゃんみたいなめっちゃ笑った。それオッケーかなと思って、あ、確かに、ね、いや可愛い顔してるのになって、はい、もうちょっとなかったのかなって思ったけど、ね、ここにユニアン、ここにユニアンもいるしさ、一番上にもちょっと睨みを利かしてる人がいるしさ、まあまあまあ前回あのいろんなところに顔出してるっていう話をしましたけど、うん、ああなんか一周回ってこういうところにもこう戻ってきたのかなというか、うん、なんか J リーグ開幕の時って結構こういう企画なかったですか。まあ開幕だけじゃないよね、もはや、ね、サッカー愛的なやつですか、うん、というかなんか、いやというかまあ普通の一般誌、うん、スポーツ誌じゃない雑誌に結構ちょこちょこ昔は出たりしてたんですけど、まあ、雑誌自体がね、はい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 、どうしてもね今、まあ、確かにあんまりないからね、紙媒体がっていうのあるんですけど、はいはい、でもこうあれだよね、おおむねあの J リーグの開幕ビジュアルに出てきた人が多いっちゃ多いよね、やっぱりどこも、うんうん、同じタイミングで撮ったんじゃないですかね、雑誌かもしんないしね、うん、まあ、野村千山が言ってたその露出を増やすっていうもののうちの一つでもまあ、あるってことですかね。本当、野田ちゃんめっちゃ力入れてる感じするよね。うん、ね、うん、これあのナイロンジャパンっていう雑誌、僕実はちょっと初めて聞いたんですけど、うん、え、本当、あのどのあたりの方々がターゲットなのかなとかちょっと分かんなくて、はいはい、読者層といいますかね、調べたらですね、確か 20、30 代の方かな、うん、はい、のファッションに興味のある方が、うん、男女別はなくてかな、確か多分、はい、女性誌とかって感じではないと思うんですよね、そう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 っていう、はい、雑誌になりますね、はい、もともとはあのアメリカの方で発行されてたあのファッション雑誌のナイロン、ナイロンのジャパンバージョンみたいですね、はい、なるほどなるほど、はい、はい、まあ、せっかくなので、ね、これをきっかけにどうぞってみてはははい、そうですね、はい、っていう、まあ、とりあえずビジュアルが公開されましたのでご紹介でした、はい、ナイロンといえば、はい、木村カエラちゃんのイメージすごいあるけど、うん、ちょいちょい出てる、うん、表紙とかちょっと連載もやつかな、うん、なんかすごいカエラちゃんのイメージありますね、ナイロンは。なるほど、はい、でまあ横浜ってさんで大体じゃん、まあまあほぼほぼまあ横浜行こうと思ってますからね足立区ですけど、うん、はい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 、はい、じゃあ次いきますね、はい、次はですね、ちょっとだいぶ先ですけど、ゴールデンウィークの最後の試合ですね、5月7日京都サンガ FC 戦、日産スタジアムにゲームセンターがやってくる、出た、はい、あのゴールデンウィークのね、前半の方、最初の方の、はい、方もあれだよね、キッズパークが大変ですよって話、電車走りますよね、はい、あ、そう、電車走り出しますよって話とかしたと思うんですけど、はい、5月7日も、はい、またそういうのがあるみたいですね、はい、うん、日産スタジアムに豪華景品が当たるゲームセンターがやってきます。選手のサイン入りグッズやお菓子が当たるクレーンゲームをはじめ、大人から子供まで楽しめる、あ、ワニワニパニック来るんだ、はい、パンチングマシーンが登場、ゴールデンウィーク最終日をご家族や仲間たちと一緒にお楽しみくださいということで、クレーンゲームがですね、選手サイン入りグッズが当たるクレーンゲームがすごい4台、お菓子が当たるクレーンゲームが2台登場。この写真で出てくるさ、ユホゲちゃん結構さ、ベーシックだよね、これ超ベーシックなタイプじゃない、うん、だから逆にはそういうの載せたんだよね、きっとね、いや、すげえいろんなところで見るやつですよ貸し出しは多分ね、こっちが多いかもね、もう確かにまだ、うん、はい、場所はですね、東ゲートのコンコース内や例の最近よく使ったところですね、ファミリーエリアのところですね、そうです、そうです、はい、はい、いいですね。で、あとワニワニパニックは、あ、嘘、違った、ファミリーエリアじゃないわ、 N だからゴール裏側だ、 N か、うん、ああ、で、両、そうだよね、ゴール裏の、うん、ゴール裏の両サイドか、あのフォトスポット最近置いてるところですね、はい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 、あの辺か、あー、へー、だいぶだいぶ来ますね、はい、はい、ワニワニパニックは N11、はい、パンチングマシーン、パンチングマシーンのこれはあれですか、あのクシキャがデモンストレーションやりにくいとかないですか、リード部もさ、もう壊しちゃったりしないです、連休最終日のモヤモヤを吹き飛ばそう、うん、最高得点にチャレンジしてみよう、もう連休最終日のためじゃんね、連休最終日のモヤモヤって結構限定されません、はいはい、まあまあまあ、あの、はい、パンチングマシーンは N16 付近だそうですね、クシキャにやってほしいよね、クシキャのデモンストレーションお待ちしておりますって感じですよ、うん、ぜひぜひやってほしい、ユーザーさんね、一回ぶっ壊したっていう伝説がありますからね、はい、そうですよ、
はい、これは面白そうですね。はい、ということで5月7日もお子様と一緒に遊べるそうです。はい、あれだけどワニワニパニックって数億年ぶりに見たよね、なんかこの筐体そう、そういうな、ね、本当にあの おじちゃんたちにもよくわかるよね子供の頃鬼やってたけどね、うん、はい、昭和の産物ですね。はい、はい、次いきます。次はですね、井上健太ロングインタビュー公開。はい、井上健太のロングインタビューがトリコロプラスで公開されておりました。噂のクラブ加入時の背景は、吉岡愛菜選手との意外なつながりは、デビュー戦の心境は、本編はトリプラで公開中ということですね。はい、これ前にね、ザ・デイがあの同じようにというか、あの井上健太選手をまあまあ軸にした回がフィーチャー回ありましたね。一番最新の回かな、ありましてだったんですけど、まあ、あれ の, あの拡大版みたいな感じでしたね。うん、はい、面白かったです。うん、ね、面白かったですよこれ。いや多分だけど他にないキャラだよねこの子ね。そう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 、おー、うん、なんか本当にあのサッカー大好きな子がこう大人になってて、でもちょっとやんちゃというかね、なんていうかいいですね。はい、という話なので、ぜひあのトリプル入ってる方は、はい、ご覧ください。まだ見れてない。はい、で次行きますね。次はですね、はい、日経新聞スポーツの流儀にて連載スタート、第1回横浜 F マリノスはリスクを取って勝つ王者のクラブ力というものが日経の、特集で、連載がスタートしていますが、有料会員のみなので僕はすいません読めてなくてですね。はい、僕もあの無料会員ではあるんですけど有料はねちょっと入ってないんで、どなたか読んでる方教えてください。感想だけでも面白そう、感想だけでも面白そうだから教え、ちょっとあの触りを教えていただければあの僕入ります。連載だもんね、僕入りますんで。はい、だってねタイトル自体がさ結構面白そうというか、うん、まあ、なんかビヨンドトゥゲザーの流れに近いのかなっていう感じもちょっとするけど、うん、まあ、でもちょっと面白そうですねこれは。日経も意外とねスポーツやるんですよね。そうね、イメージはね、うんうん、どちらかというとビジネス寄りの話だと思うんですけど、まあ、経済とかね、そうね、そう、もちろんね、そうビジネス領域もあると思うんですけど、うんうんうん、でも結構スポーツ出てきます、うんうんうん、はい、これぜひ読んだ人の感想を教えてください。はい、大募集です。はい、ではですね次いきます。今日は何の日、マフィアの日日本ってすごいですね、マフィアの日って普通に言っちゃうんです、はい、マフィアの日って何Say hello to my big family。 本日3月30日はマフィアの日ということで、あの有名なマフィア映画のポスターにマスカット監督を起用しちゃいましたってはい、しちゃいましたじゃねえんだわ、ね、それもまあはまたまりすぎてますね。はい、なんかここまでやんだったらこういうタイプのポスターとか一回作ってほしいですよね、あの試合用に。試合用のでしょ。そうだ、ボス T みたいな、めちゃくちゃこってりしたやつ。それに近いものあいつあったけどね。そう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 、 T シャツにはまだ、そう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 はい、似合いすぎてましたね。はい、面白い企画でした。はい、次いきます。時間的にありそうなので全部言えそうですね。はい、うん、上田川崎選手のここから上げていこうぜメニュー2本目、はい、新しくない、フードサポーター2023、上中崎選手が練習や試合後に食べたいここから上げてこうぜメニューに選んだのは和風ハンバーグ、選手コメントとレシピを合わせてチェックということで、はい、和風ハンバーグだそうです。ちょっとね、うん、あのタイトルが変わっただけで、あのジュニア子供向けに食べてほしいメニューっていうのは多分一緒かな、コンセプト的には。失礼しました、うん、ちょっとタイトルを変えてきたかなって感じ。あ、本当ですね、うん、ちゃんとあれメッセージもあるんですね。そう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 、はい、じゃあそこだけ紹介しようかな、うん、上中朝日選手からジュニアアスリートの皆さんへのメッセージ。サッカー選手になるためには練習はもちろんですが、学校でも家でもたくさんご飯を食べるように努力していて、特に小学校の時はおかわりを積極的にしていました。皆さんも食事の大切さを認識意識しながら頑張りましょうという、だって分かりやすい普通のコメントをいただきました。私も中学校の時はめちゃめちゃ食べてましたねすみません、横浜市じゃないもんですから聞かれたんですけど、はい、なるほど、うん、はい、成長期だったんでね、はい、はい、っていうことです。はい、上中朝日選手頑張ってください。はい、そうですね、上中朝日君も、はい、見たいですね、水曜日見れるのかな。はい、次行きましょう。次はですね、ウーマンサッカー開催のお知らせ。はい、はい、うん、これはあのファンサポーター向けのあれですね、
ハイスクールの話ですね。 F マリノススポーツクラブでは女性を対象としたウーマンサッカーを開催いたします。平日のお昼の時間帯に女性が気軽にご参加いただける内容となっております。楽しく体を動かしたい、サッカーをしたい、始めたいと思っている方におすすめです。今回は初めて5月の祝日にも開催いたします。平日じゃないんだ。皆様のご参加これよりお待ちしておりますということで、これも去年もやってた取り組みですよね。だけど、うん、ね、祝日にもっていうのはいいですね。はい、もちろん、はい、働いている方もいらっしゃいますから、うん、はい、日程が4月13、20、27、これも大体木曜日なんですかね、はい、で、5月4日も、はい、やっているということですね、はい、ということですので、場所は、あ、場所は結構いろんなところでやってるんですね。新吉田か、あ、そうですね、あ、そうそう、新吉田と新横ボールパークですね、はい、はい、ですので、はい、ご興味ある方はぜひ、はい、こちら確認して、はい、登録されてみてください。はい、はい、どうしようかな、台本なかったんですけどスポンサーの話しましょうか。どうぞ。そうですよね、決めましたね、すいません、そうですね、はい、株式会社プロビジョン e スポーツスポンサー決定の知らせよ。はい、この度横浜 F マリノスは株式会社プロビジョンと、横浜 F マリノス e スポーツチームのスポンサー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。本契約の締結に伴い横浜 F マリノスの e スポーツチームの選手がレイジシャドーバースプロツアーの試合で着用するユニフォーム右袖に株式会社プロビジョンのコーポレートロゴを掲出いたしますということだそうです。はい、株式会社プロビジョン、ですね、会社設立で2005年の4月1日の、会社さんで、総合ネットサービス事業 QA ソリューション、DX ソリューションということをやられているそうです。で、所在地が神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1 横浜ランドマークタワー40階と、はい、また来てしまった。上から攻めていくとね、はい、上からと下からっていう今構図になってますからね。で、ちょっと戦ってるよね。そう、あのビル本体の方全部一枚やっぱ勝ちですよ。陣取り合戦的にはね、延べ床面積勝てるから。いっぱい取ってね。ホテル行こう、ホテル。ね、次ホテル行こう。ホテルね、ホテルね。うん、はい。展望台とかね、ありますね。あの床面積で勝ってこう。横浜ダービーですしね、はい、社長のコメントをさせ、紹介しますね、はい、この度横浜 F マリノス様の e スポーツチームとスポンサー契約を締結することができ大変嬉しく思っております。弊社は本社を横浜に構えており、まあ、そう結構ね、あのいろんな地方にあの、はい、支社を持たれているようですね。1000名ぐらいの会社なのかな、はい、横浜 F マリノスファンの社員が多いこと、お、横浜 F マリノスの社員が多いことで普通に書いてあるんですね、うんうん、っていう認識されるぐらい多いってことですよね。あ、そうですね、うんうん、はい、また社内に e スポーツ部があり各種大会に出場したり社員が e スポーツを楽しんでいることからも今回のスポンサーシップにご縁を感じております。いいですね、はい、ご支援させていただく e スポーツチームは横浜 F マリノス様におけるスポーツの可能性の新たな挑戦の象徴であると感じますし、e スポーツチームの存在や活動によって今まで以上に多様な方々がスポーツを楽しめる社会になることが私たちの願いでもあります。そんな可能性を秘めたチームのご支援ができることを非常に光栄に思います。今回のスポンサーシップを通じて横浜 F マリノス様のクラブフィロソフィーにある夢活力に加えて私たちの理念である笑顔も添えてより多くの方々にお届けできるよう進めてまいりますということで、すごい結構あれなんですね、もう社内の文化としてもあるという、どっちかというとね、そっちで、うん、ね、業績との業務内容とかっていうよりもそっちで寄り添っていて、だからそういう文化に理解があるその会社さんでスポンサーになってくれるっていうのはちょっと嬉しいですね、これはね。そのスポーツの簡単に e スポーツっていうことに対してのその何て言うんですかね、期待とかっていうよりももっと地に足のついた形で、あの、なんかイベントの企画とかもできそうだもんね、うん、こういう感じだったらね、うん、そうね、はいはいはい、すごいですね、 e スポーツ部があるんですね。そう、すごいと思う。今時はそういうところもあるんですか、結構ちょっとわかんないんですけど。ちょこちょこじゃないですか、その大会に出るとかじゃないですか。大きい会社ほどあるかな、うん、あるかもね、そういう部活っていうか、まあ、ね、あのサークル活動とかがある会社だとあるかもね、まあ、特にだからコロナ禍とか考えたらね、まあまあ確かに、ね、うん、一緒にやりやすいらしい、うんうんうん、
はい、ということですので、あ、はい、スポンサー就任ありがとうございます。ありがとう、よろしくお願いします。はい、それでは、次のトピックに行こうと思います。はい、次試合のトピックですね。はい、4月5日水曜日、2023Jリーグ YBC ルヴァンカップグループステージ第3節、北海道コンサドーレ札幌戦が開催されます。はい、はい、ですね、あきらくん、あ、ちょっと状況を言いましょうかね。はい、状況としてはグループリーグが、全6試合中の2試合が終わっていますと。はい、1位は、私たち横浜 F マリノスですね、勝ち点6、私たちです、勝ち点6、はい、で札幌が勝ち点4です。はい、でサガン岩田が 1-0 となっていますね。はい、っていう状況です。ちなみに何チーム抜けられるんですか？うん、はい、各グループ上位1位は1抜けというか、はい、無条件ですね。うん、で、2位に関しては、まあ、勝率が、あ、勝ち点が多いチームの順に、はい、抜けていく形ですね。はい、5分の3かな、確か。2個切られるんですね。確かそうかな、はい、だったと思いますね。はい、っていうことっていうことですね。はい、はい、はい、ということで、じゃあ結構簡単に札幌のことを教えてもらったけど、教えてもらってもいいですか？まあ、何を隠そう、もう一個の方のプレビューってちょっといろいろやってたもんで、うん、札幌のプレビューはほぼほぼやってないんですよね。うん、ただ週末にやってた川崎戦を本当最初のとこだけ見た感じだと、いつも通りの札幌じゃないかなって感じがしたんで、なんでミシャはうちの時だけ頑張るんだろうね。ねえ、で、まあ、一個言うとすれば、小林勇輝が負傷で交代してるんですけど、うん、その小林勇輝ももともとルヴァンカップで累積1試合停止なんで、あ、そうなんで、そういうこと、特に影響がないって言ったらあれですけど、うん、もともと出ない予定の選手だったので、うん、まあ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 って感じじゃないっていうところすごい雑で申し訳ないんですけど、いやいやいや、まあ、でもこの試合勝つとね、かなり楽になるのは間違いなくて、うん、まあね、1位2位の対決だし、ここで勝っておけば、まあ、9ポイント で札幌が4 で残りが3試合かっていう感じになるので、もう1個こう取ればもうほぼ確でしょうみたいなところまで、そうそうそう、いい位置になるので、はい、持っていけるので、うん、まあ、大事な試合であることに変わりはないんですよね。余裕ができるとね、いろんな起用方法を試したりとかができるからね、最後にね、はい、っていうのも含めて、まあまあなるべく勝ちは狙いに行きたいですよね、ホームだし、勝ちたい、はい、さって感じですか。本当にざっくりですけど、いや、行けるし、ホームだから、そうね、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、パンダさん、ホームゲーム情報ございますでしょうか？まあ、いつもよりは出てましたよ。あ、なんでちょっと上げてもらって、うん、はい、ありがとうございます。ホームゲーム情報っていう、ホームゲーム情報、やっぱ水曜日なので、うん、イベントとかはそんなにないんですけども、うんうん、まあ、YBC ルヴァンカップのグループステージ第3節で、うん、日発水沢球技場ですね、あさって4月5日の水曜日で19時キックオフでございます。はい、天気予報今のところ晴れのち曇りになっています。まあ、3日前なので変わる可能性ありますけど、最高20度で最低12度だから、今日も夜今ちょっと寒いじゃないですか。こんな感じの気温だったらちょっと夜結構厳しいなっていう感じだと思うので、はい、そこら辺は当日の、天気予報確認してもらって、で今のところまだちょっと降水確率 40% っていうのがやや気になるんだけど、晴れのち曇りだから、なんかここちょっと、うん、なんかちょっと怪しいなと思ってるけど、これが下がるように皆さん祈っ てください。はい、はい、では最大のトピックとしては、ホームゲーム初ですね、コロナ禍経て全席声出し、あ、そうだ、はい、可能に4月からなりますので、まあ、コロナ禍前のレギュレーションにほぼ戻ると思ってもらっていいかなと、はい、いう感じになります。で、まあ、企画チケットは三沢なので、いつも通りハーフタイム割引がありますよっていうところと、で一応今回ちょっとスケジュールが細かく出てたので、うん、ざっとバーっと載せましたので、はい、こちらご覧いただければと思います。一応キャラクターとマーメイズちゃんと、あと全体のスケジュールと、あとキッチンカーの情報14台は全部出てましたので、そこら辺もよかったらご覧ください。以上です。はい、はい、ありがとうございます。14台はだいたいいつも通り、だいたいいつも、でさ、1個気になった、金井牧場さんってさ、そう、今まで来たことあった？佐世保バーガーのお店だったけど、佐世保バーガーなかったっけ？
サセボバーガー自体はあったんだけど、他のお店だったような気がして、どうだろうどうだろう、そうなんですよね。で、あの平沼さん側は安定の前回と同じメンバーでしたね、水曜日メンバーの弁慶さんの中に入って、いつだでやる、でやるんですね。初めてかな、なんかミツザでね、あんま記憶ない。そうそう、ミツザ自体多分ほとんどなかったけど、でもだからミツザこそさね、おにぎり嬉しくて、チャンス、ね、あの時間があんまない中で、あのサドでつまみながらって人もいるかもしれないし、で、あの8時までキッチンカー、全キッチンカーやってるので、仕事帰りの方も使えますよっていうのは忘れずに、みんな外の平沼さんとかもハーフタイムとか行けるからね、メインさんとか特に、まあ、三沢だったら頑張ればバックスタンドから行ってもダッシュで行って戻ってこれますんで、はい、ぜひ使ってください、ハーフタイム割もね、だからちょうどキッチンカーを経由してハーフタイムから入れるし、いや、そうそうそう、7時半からのこのチケット狙って外で空いてる時間にスタグル買って、はい、まあ、ハーフタイムぐらいから中入ってっていうのもできるんでね、全然いける、出番ですけど、ぜひね、平日ですが、年度初めで忙しい方も多いと思いますけど、ぜひ、はい、来てください、スタジアムの方に、はい、ご紹介ありがとうございます、はい、続いて、4月5日札幌戦の新商品が発売されるそうなので、続いてパンダさんお願いできますでしょうか。やっぱさ、あの土曜日ゲームだとさ、ちゃんと月曜日出るよね、ちゃんとそうね、代休がね、いや、これ予約はちゃんとこれは出すので、はい、はい、4月5日新商品出ますということで、今回は、まず最初にあれいきますね、あのクッション、今回は、上島くんです、ね、はい、上島くんなんだと思って15番ですね、と、今回の、イラスト缶バッジがいつものあれですね、シークレット商品になります。こちら杉本選手まだ含まれておりませんのでご注意ください、いくらまでは入ってますね、はい、イラスト缶バッジで、あともう一個ですね、一番上に乗っかってるユニボール1のチャーム付きボールペン2種類、あのチャームが違うタイプですね、エンブレムタイプ と、トリパラのタイプと2種類出ます。ちなみにユニボール1はめちゃめちゃ書きやすいです。どちらも1100円でございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、こんなチャーム付いてるやつってあったっけ。あのね、ユニボール1自体がね、上にちょっとね、フックじゃないけどなんか金具があって、そこに通せるんだよね。あ、ほんとだ。そう、これユニボールはもともとこういうデザインで、多分これ色自体は黒だと思うんだけど、なんか普通に何色か出てる、そういう書きやすいよ、見据えてるシリーズなんだ。どうだろうね、トリコロールにしたりする。あ、ちなみに、そう、はい、今回、場内売店でもちろん売るんですけど、あの楽天に移転してから新商品のアップロードが遅いと特にあの話題になってるので その週に、出たやつがその週末にアップされるとかっていうのも最近あんまなくてなので、あの平日結構ね、あの最近この間のなんだユニフォームポーチとか巾着とかも結構ハーフタイム以降にいても普通に残ってたりとか、次節まで残ってたりとか、結構ロット増やしてくれてるので、結構ハーフタイム以降に行ってもいろいろ買えるので、あ、なるほど、ね、欲しいものある方、ちょっと現地行く方はぜひ現地で手に入れてほしいなと思います。ネットだとなかなか上がらないので商品が、まあ、ネットもね、だから何回もアクセスしてもらって、そうですね、こまめに見ないといつ上がってるか分かんないから、楽天ちょっと使用上ね、そこら辺もうまく使っていただければと思いますけど、はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、水曜日の19時ですが、はい、ご都合つく方は、はい、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて、はい、難しかった、あのダゾン等で、はい、応援していただければと思います。ダゾンじゃないよ。あ、そうだった、失礼しました、アマゾンですね、アマゾンとかですね、いくつあるんでしたっけ、スプークス、アマプラ、スカパー、スカパー、そうね、スカパーか、はい、などなど、ちょっと何チャンネルか分かんないですけど、チャンネルか分かんない、はい、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、応援してください。はい、はい、本日のトピックは以上になります。それではお願いします。はい、ミックスゾーン出てこいや。なんかすごかったね、今月曜日の気合じゃない、すごかったね、
はい、変なこと出ましたね、はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイネス関連、パートナースポンサー様関連のタレコミなどをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。はい、はい、うちの優秀な AD がカンペを2つ出してくれてるので読みます、はい、ありがとうございます。はい、金井牧場さん、今のところ CDA さんのツイート過去出てきてないんじゃないかっていう話と、あと明日放映フジテレビ2だそうです。2 1 2 NEXT の2ですね、うんうん、はい、とのことです。はい、ありがとうございます、はい、で初めてですよこの時間にやるの今日なんか新鮮っすねなんかもう月曜日なんだか金曜日なんだかよくわかんないよねもはやね一応なんかねやっぱ区別はついてたんだなと思うんで、うん、あの金曜なんですけど、うん、あの前回のふっとりこの出てこいやで大勢さん出てきたじゃないですか。あ、はいはいはい、あの話がちょっと本格的に進んでおりまして、ほうほうほう、ふっとりこ前にひょっとしたらスペースオン、あ、ステップオンやるかもしれないんで、おで一応僕準備はしてあるので、おお、喋るかもしれません。合体2時間スペシャル的なやつですか。もうリスナーのお耳拝借しまくりじゃない30分インターバルでねみたいな、まあそうですね、になるかもしれません。詳しくはあのステップ4の方でまた出ると思いますので、はい、それを、はいはい、お待ちいただけたらと思います。お、マジかよ、ケンタロウさんからいただいてますけど、チケット、うん、これあれだ、ゴールデンウィークの突戦だ、うん、が明日の12時ぽいよ。あ、嘘嘘嘘、これあれじゃない、これが水曜日だね、先行の方か、金、一般発売は金曜だ、はい、12時からだそうですので、ゴールデンウィーク行かれる方は、はい、ルヴァン岩田線ってこれあれか、ヤマハの方ね、はいはいはい、そうですね、ヤマハの方が4日、明日、明日の昼、うん、明日の昼からですって、はい、ありがとうございます。今週2件アウェイの発売がございますので、はい、ありがとうございます、はい、続きますね、試合がね、久しぶりだよ、でもホームなんかあの日産スタジアムってさ、やらない時ほんとやらないよね、うん、去年から思ってたけど、間が空くってこと、そう、とんと最近に咲いてないなみたいな時なくない、あ、結構多くない、あるあるよ、ね、なんか余裕で1ヶ月空くとかあります、そう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 、なんかあ、やっと帰ってきたみたいな感じで実際行くこと結構多いなと思って、去年最後畳みかけだからちょっとね、それもそう、今回も3連戦のね、うん、この連戦というかここずっとアウェーが多かったじゃないですか、うん、割とね、うん、だから日産遠いなぁってなっちゃう、この間の相鉄のオープンで以来、確かにハッシュタグでタレコミいただいてますけど、あのゴールデンウィークのトス、うん、ANA の平日のキャンペーン使うと破格でいけるっていう情報が、あ、全泊っていうか前日入りだったら結構安かったよ、2日間、そう、2日土曜日、ね、なんかね、1、2は結構ね、ここ各ゴープ会社ちょっと安めに設定してんだよね、そこに利用してもらえるように、うん、多分、はいはいはい、ゴールデンウィークマジでやばいから、多分今回の春休みのペースでいくと、入りを1日早くしても帰りをゆっくり帰るなりなんなりみたいな感じ、なんかね、帰りをなんか変、なんか中日とかにしとくと、中日の中で安い日選んでいけば、まあ、多少は安くいけると思うけど、うん、どうしてもちょっとホテルは高いので、そう、3、4はもう帰りはなかったと思うな、いつか行こうってなっちゃうかな、うん、まあ、もしくはもう頑張っていただいて、あの新幹線で帰ってくるっていう、ね、うん、時間かければ帰れますからね、はい、18キロないんですもんね、この時期はね、うん、そうですね、春休みまでですね、ゴールデンウィーク対象外、ぜひあのデルメットさんの安田製薬さんの工場見学とかね、あとショールームとかもあるので、ツイートしてましたよね、してましたね、工場見学になんか結構1回の人数少ないって聞いたので、そうなんだ、そう、まあ、結構面白いと思う、本当に化粧品の工場見学面白いからね、ぜひ時間をしていってほしいなと思います。あれなんですよね、化粧品ってあの全部フルオートじゃないから、うん、途中絶対人の手が入るんで、
ああそういうことね。そう、うん、そういうとこもちょっと面白いと思います。どこで入るのかみたいなね、うん、ここ手でやってんだみたいなのあるから結構。ああでもそれ面白そうやな、うん、結構面白い。時間が多かったらぜひ行ってほしいなと思いますね。まあ、さて年度初めの太り子ですけど今日もね結構早めに行っちゃいましたね。まあでも珍しい。まあまあまあ45分なんで一応。あ、そうかそうか、そうだった、ぴったりぐらいでした、はい、そうだったね、そうだったね、そうです、そうです、そうだった、ちょうどいい時間でしたよ。そうですね。じゃあ終わりますかじゃあ完全に60分コースで今考えてましたね。あ、まあ、全然間違ってたね。あ、ちょっとテンプレ直さないと。はい。どうりで。いい感じの収まった収まったと思ってたのに。そうなのね。うん。どうぞ。ハッシュタグでタレコミ来てますけど、あの最終号になっちゃったあのフットボール批評。はい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 。あの中町康介さんが。そうだってね。そうそう。そうなので、マチ君の記事載ってるって書いてあったわ、そういえば。はい。ザンビアの話。まだまだ書店に行けばあるかもしれないので、ぜひ。ね、直販あるしね、批評は。ぜひご覧ください。はい。あ、あと、JAL もなんかやるんですよね。JAL のリベンジセールね。そうそうそう。はい、リベンジセール。うんうん、これも5月1日、2日が登場期間。リベンジ。で、あと、みんな全国割復活してたりもするから、一応チェックしてもらって、はいはい、旅行会社によると思うんですけど。はい。とか。とか。いっぱいありますね。年度初めて忙しいとは思いますが、はい、本当ですもんね、ごちゃごちゃし始めて本当に皆さん大変かと思いますが、はい、弊社は年度関係ございませんこちらはい、てなわけで、はい、そんな感じでじゃあ本日は終わろうかなと思います。はい、はい、新しい月曜日会本日173回目でした。遅くまでお聞きいただきありがとうございました。はい、感想タレコミなどハッシュタグふっとりこでお待ちしております。はい、明日以降、アーカイブの方も出ますのでもしよかったら聞きください。はい、はい、それでは皆さん、はい、さよなら、おやすみなさい。お疲れ様です、聞いてね、また金曜。